ジールルズラジオルーム改めましてこんばんばはジエルですこの番組は皆さんの夜のひとときの癒しになれればと眠る前の少しの時間ですが私ジェイルがトークや歌を皆さんにお届けするラジオ番組になっております。えー、今夜は それででではありまませんんしょうかチェーラジなんと2周年でございますこの間で、ね、100回をあのお祝いしましたので今回はあまりお祝い感出していませんが2年続くということは本当に早いついこの間始めたと思っているんですけれどももう2年にもなるのかと。 で、この間に2年の間に公開収録を何度かしてみんなに会って思い出すのはね本当に公開収録のことばかりでやっぱりあんな近い距離で、えー、ファンの皆さんと会えるのってすごい貴重なことなので私にとってもでとっても嬉しいことなのであ,あのー、毎週ねやっててよかったなとも思うし、えー、みんなとこうして触れ合える機会を作れて。 本当に本当に良かったなと思っているので今後もねできるだけ長く続けていけたらいいなと思っておりますのでこれからもどうぞ J ラジ皆さんのゆったりとした時間の中で聞いてもらえたら嬉しいです、えー、先週ですね MBTI 診断というもののことをお話しさせていただいたんですけども あれから Twitter で皆さんいや間違えた X かで皆さんあの診断されたようで皆さんねあのー、いろいろあそうだったそうなんだと思ったりあとはあのー、コメントの感じとかでやっぱりなって思うこともあってあのー、面白かったです見ててであの最初に言うとその なんか100問ぐらいの質問を答えていくんですけどもそれでこう何がわかるかってこう自分のその性格みたいなのをこう16の種類に分なんていうのうっと当てはめなんていうの何て言ったらいいの <laughs> 16の種類にあでこう診断されに診断されるんですけど結構それが当たっててアルファベット4文字ブラス最細胞 A か T で、えー、こう分かれるんですけど、えー、アルファベットの説明を簡単にすると一番最初が A か E あ間違えた E か <laughs> I <laughs> で始まるんですけどもそれがエネルギーの方向の違いらしくて E で始まる方は外交型周囲と接してエネルギーを充電。 するようなタイプの方で「I」から始まる方は内向型で一人の時間でエネルギーを充電する方で次に「も、え、のー、の見方」があって、えー、感覚型なのか直感型なのか感覚型は「S」で具体的な事実をものの見方として大切にしていて次に N の方あ「N」は直感的だから抽象的にものの見方をするらしいです。 で次が T か F なんですけども判断決定の仕方で思考型の T は因果関係を、えー、考えて感情型の F は価値観を大切にしますで最後に、えー、J か P なんですけど行動の仕方計画型の J は計画を立ててあ行動するもしくは、えー、臨機応変型の P は臨機応変に対応していくという感じですね。 で私はあのインファジェ、I N F、J なので内向型で、えー、直感型で感情型で計画型とされるんですね。で最後に A か T かどちらかなんですけども皆さんはいかがでしたでしょうか何かこれで相性とかもあるので例えば何か家族がいたり好きな人がいたりとか友達間でもやってみてだから相性が良かったんだって思ったりすること、まあ、その逆もあるんですけどもあるので。 なんかね日々の会話の中でできたらまた面白い、えー、一つのネタだなと思う程度で皆さんやってみてもらえたらなと思うんですけど、えー、その IMBTI 診断についていろいろ皆さんからあーコメントを頂い,いてるので読みます。とないけどライブに関してては冒険家当たってるかもということで私もねあのトッシーさん から始まる、あのー、外交型あですよ、ね、なんかそれ見てあのー、そ,うそうっぽいなと思いましたかい <laughs> あ,あのー、タイムラインじゃなくて何ていうんだっけあれチャットでも結構、あのー、コメントとかいっぱいしてくれてるのとか見るとすごい元気でパワフルだなと思ってたので当たってるんじゃないかなと思いますでマリーさん えー、猫さんもかかったよかったたた私は仲介者でしたなるほど私の周りね仲介者とか擁護者が結構多かったりするんですよね。そうで猫さんはあれからあの見てないんですけどあ,あのー、通るたびにちょっとゆっくりスピードをゆっくりめにして探すようにはしてるんですけどね。いずれしかこう にに来るる子に出会えたたららななと思いいいいがが道を歩いててんんでですすけど飼い主さんがいてよかったですえ続いてまみこさん「MBTA 神殿」「興味深きでした」えー「私は養護者」「日本で一番多いみたい」「みんなの診断結果もいろいろで考え方も千差万別なんだな」ってしみじみ」「リクエスト曲『カーペンダーズのトップ・オブ・ザ・ワールド』よく聞いてたから大好き」「チェールちゃんのハモリりかわかった」「これからも聞きたい」「優しい声でした」 ありがとうございますさんか、ね、こう私自身が愛なので愛でなか内,向あ内向的なのでファンの方もそういう人が多いのかなと思ってたんですけど割合的には結構愛の方が多かったかなと印象です X では。実際はどうなんですかね で先週もあの割と簡単にハモることができる曲だったのでハモってみたんですけど実は私ハモリがあんまり得意ではなくてあのレコーディングの時も結構ハモリをいろいろ重ねる曲ばっかりとってはいるもののハモるのがもうその「ずられるつられる」だしハモリねあの難しいんですよね。ただ ダブルっていう技法があってあの一回レコーディングであのメインを撮るんですけどそのメインと全く同じようにあ撮る必要がある時があってそれをなぜするかというとあうこう分厚く厚く聞かせたいっていうかこう何て言うんだろうなうーんう難しいなこう結構こう。 インパクトあるように聞かかせたいとか声に、うん、重厚感を出せたいとかっていう時に、えっと、シングルで1本で1本の声だけじゃなくて、えー、3, 3本重ねたりするんですよそれもその真ん中から聞こえるメインの声と左右から聞こえるメインの声っていう風にするんですけどあれは取ったものをそのままコピーペーストしてるわけじゃなくてメイン撮取って。 最良のテイクを撮ってその後にそれと全く同じ例えばブレスの位置だったりとか歌い方だったりとかあのちょっと声の枯れた感じとかもう全部そのコピー自分の声をコピーするようにあ続けて2本とか取るんですけどこれに関してはものすごく上手なんですよ私。そうなんだけどハモリはなかなか難しくてなと下手で。 なので先週とあ先々週はあのー、ハムをね歌ったことがあった曲なので割とできましたあの毎回できるかどうかちょっと難しいですけどもなんか遊びながらねやれたらいいなと思っておりますさてそれではここからテーマトークに参りますチアラジでは毎月月間トークテーマを設けてメッセージを募集しております 4月のトークテーマは、好きな言葉、大切にしている言葉、あなたの座右の銘です。心がけてるマインドや、自分に言い聞かせてる言葉をぜひ聞かせてください。そして今月のリクエストテーマは、春の歌。皆さんが感じる春の歌を幅広く、洋楽、邦楽問わず募集しております、えー。くださったのはリュウさんです。ジェールさん、スタッフの皆様、はじめまして。 100回記念公演収録ではなく101回放送でちょこっとコメント欄でお話しした理由です好きな言葉大切にしている言葉自由の名と聞けばもうこれはグラビティウォールの歌詞 BraveInvisibleWorld ですチェールさんとジェミーさんのパワフルボイスにみんな大好きサウナさんのメロディー何度励まされたことかわかりませんク,クリエイターとしていつまでも 魂に刻んでおきたい言葉ですダメ元でぜひグラビティウォールをリクエストさせてください春の歌だと自分思いますアコースティックバージョンもきっと最高だと思いますこれからもニャンズたちとチェーラーの皆さんと羽ばたいていってください応援していますということでありがとうございます <laughs> そんなところをなんか思いもしなかった あのところからあリクエストいただいてとても嬉しいです実はですねあのグラビティウォールに関しては AC は私が書かせていただいたのでこの「Brave Invisible World」っていうのもあの私が書いた歌詞でもあるんですけどそもそも、えっとまあ、そのグラビティウォール えと「レクリエイターズ」というアニメの主題歌を2期で担当させていただいたというか歌わせていただいたんですね沢野さんが担当されていてでえっ、ー、とどこかで沢野さんがおっしゃってたとは思うんですけどもあのえー、まあなんだかんだって2人で歌うことになってで、えー、とと 一番最初にその用意されたデモみたいなものに全編英語で仮歌詞でみたいな感じで書いてきてくださいっていうことを言われたのであの仮にあのその時はそのメロディーだけだったのでそれに合わせて仮で歌詞をでだらめな歌詞とかをね書きながら。 あー持っていったのが雰囲気が良かったのでそのままじゃあチェールさん書いてみますかって言われてそれまで私あのそこまで自分のオリジナルの曲もなかったし何だったらあの自分であの曲を作ったこともなかったしなおさら歌詞なんて書いたこともなかったんですよね。本当にあのー 昔歌詞になってみて周りのいろんな人に聞くとその歌詞ではないけれどもその前段階のポエムみたいなものはなんかこう物心つく時からこう書きためてきたとかいう人結構いて私全くそんなこともしてこなくて <laughs> 本当にただ純粋に歌うこと自分を楽器のように扱って歌うことがただただ好きだったので。 こう音楽を制作するということをこう考えたこともなかった時にその機会をいただいて書いてみたんですけどなのであの曲からすごくインスパイアされたことだったりとかまあアニメのタイアップってことが分かってたのでアニメのストーリーを見たりとかキャラクターを見たりとかして。 あの一番いろいろ試させてもらって書かせてもらったので割と出てくる言葉は、まあ、英,詞に英詞だけなんですけどっていうのは結構こう簡単な英語だったりとかこう直接的なものが多かったりするんですよね。でグラビティウォールに関してはすごくロックなテストからテイストで全編で。 最後この「BraveInvisibleWorld」のところに差し掛かった時に曲調がガラッとあの華やかな曲になるのでここはこう,う自分も歌詞書く時に開けた願いというかそれまではこう結構悲痛な叫びというか強い思いだったんですけど最後に何かこうホープを感じるような部分だなと思ったのでそういうふうに書いた曲 記憶がありますなのでそこをこうあの何、ー、て言うんだろうなこう汲み取って何度励まされたことが分かりませんとおっしゃってくださってるんですけども誰かのなんかそのプラスな感情に慣れてたら慣れてたのならすごく嬉しいです。ありがとうございます。えー グラビティウォールは、しかし、歌いませんが。<laughs> 歌いませんというかね、あの、歌いたいのですけども、ちょっと難しいところがあるので、なので、はい。何でも理解してくださって、本当にありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。続いて、ケンさんから、ニャンズのために、せかせかし,かしてるジェルちゃん、とても優しい。今回のトップオブザワールドも、とっても、ソテキ敵ソテキって、あの、なんか、 そういう感じに読,み読める感じになってるあのアル,ファアルファベットっていうのかなで前回の桜もそうですがハモリ最高ありがとうございます頑張ってみましたほんとね、あのー、自分がこうなるとも思ってなかったのでハモリの部分をさっき話したからあれなんですけど自分があの動物に対してこんなにあのー、溢れ出る愛情を持てると思っていなかったので 一緒に暮らすまではそれまで本当にあの触れ合ってこないで生きてきて人間だけと触れ合って生きてきたのでその他の生き物たちと触れ合うことによって芽生えるあの愛情というものは凄まじいものもあるしこう人だけらしいんですよね生き物で。こうなんだっけなあのなんて言な,な,な,なんだっその与える喜びというか。 まあ、いす,のすごくこうはっきり言うと自分の身を削って誰かを助けることによって、えー、と幸福を感じる生き物みたいなまあ誰かをけ身を削らなくてもいいんだけど誰かを助ける行為によって、えー、と幸福を感じる生き物っていうのを人間だけらしいのでなのでその私はそのこれも一つの欲、まあ、前も多分話したかもしれないけど、まあ、エゴ。 につながるんだけれどもでも人にはいろんな欲望があるから私はこの欲望を満たすことにすごく生きがいを感じてるというかこれでこれをしていきたいなって思ったので <laughs> なんかこういろんなね例えばブランド物を買ったりだとかどっかいろんな場所に行って楽しめて自分の人生を豊かにすると思うんだけど。 同じだけそれ以上にあ感じられる喜びと満たしがあるので私は何かそれに気づいてすごく驚いたあし、あのー、これでね誰かの足しになれればというか誰かの手を握ってこうあげることができれば生き物全てに対して、あのー、ちょっとでもねと思って生きてるので。 優しいとかじゃないです。エゴです。<laughs> はい、続いて石井さんから春の歌、やっぱり桜の歌が多いですよね。考えてみましたが、やはり桜の歌のリクエストでえー、ゆいさんのチェリーを歌ってほしいです。明るいな桜の歌で大好きです。ありがとうございます。今夜はですね。あの石井さんのリクエストで、ゆいさんのチェリーさんチェリーを歌いたいと思います。 この曲は私の学生時代学生の時にすっごく流行ってあの恋した乙女たちがこぞって歌っていた印象があります。このなんかうまくいかないうまくいかない甘酸っぱいというかあの時にしか生じない。 感情 <laughs> 難しいんだけどすごく恋,恋しちゃったことに対しての初う々うしさがギュッと詰まった曲だなと思ってるのであーそんな気持ちというかそんなあ思い出も自分の思い出も重ねながら歌いたいなと思います。それでは聴いてください。ゆいさんのチェリー

ありがとうございました。いかがだったでしょうかお聞きいただいたのは、ゆいさんのチェリーでした。あの、さっきあの、これ、アルファベットでの、紙にチェ,チェリーって書いてるから、あの、かっつけたみたいななんか、R でチェリーって言ったけど、チェリーです。<laughs> すいません。はい。チェラジではですね、毎月月間トークテーマを設けでメッセージを募集しております。えー、5月のトークテーマ。 じゃあ今,今夜で4月が最後でしたので5月のトークテーマを発表したいと思います5月のトークテーマはででん最近ガラッとねあの変わってちょっと最近のほほんの春もほんと一瞬で過ぎて どどんどん暑くくななっていいじゃないですかかこれからでもその前に私は好きなんですけど雨の季節があるのでこうジメジメした感じとか季節の変わり目とかこう人間新しく始まった人間関係終わった人間関係がこうね4月3月とであったかなと思うんですけども1ヶ月後は新しみんな,なんか新しい環境が始まったりとかして。 どこにも吐き出せない、い,すごいイラついた感情というかね、ドキドキした感情があるんじゃないかなと思いますので、ぜひここで、この機会に吐き出してみてはいかがでしょうかということで、最近イライラしたことを募集します。私はですね、えー、この,しこの、あのー、ラジオを収録した今日、いや、昨日も含めて、X にも書いたんですけど、 頭をひどく3回それぞれ別の場所で打ちましてなんだかとなんだかなと思ってたんですけどそのままあの先日ですね立派なバナナを15本ぐらい束になったあのあのあのなんかジャングルとかで生えてるようなあれぐらいにでっかいバナナを15あの買ったんですで青々としていてこれなら長く食べられるなと思っていた ところネットであのバナナの保存方法っていうのを調べてですね、えー、と一つ一つ紙に巻いてラップをしてジップロックに入れて冷蔵庫に入れたんですけれども2二3日だったらあの全部真っ黒に熟熟になっていてなんだこれはとせっかく調べて時間をかけてやったのにもかかわらずなんでこうなってるんだと思ってもう一回その。 調べたページを見てみたところバナナを早く熟す方法だったらしくてどうしてってなぜ私はバナナを長長期間保存できる方法って調べたはずなのにどうしてっていうことにたどり着き、えー、今日ですねあのオフィスでそのバナナを食べてオフィスに収録しに来てるんですけども、えー、まず毎,毎,に毎回使っているマイクを忘れました。なぜ えー、そして iPad、えっと、をねあの今日ミーティングがあるので iPad をこう持っていかないきゃと思って iPad をあのいつものカバーの中に入れてるんですけどいや今日はもう手で持っていこうって言ってその裸っていうか iPad をむき出しのまま手で持ってきたんですけどあいにく雨も降っていたのであの多分携帯も持って傘も持って iPad も持ってカバンも持ってだったので多分あの法話になって iPad をあの。 置いてきててきしまってあの自転車のカゴにそのままなのに「えっ?」てなって,って自転電車に1回あの乗ったんですけどもあの戻って iPad を取りに戻りっていうことを繰り返しそんな今ので今これを取っていますそんな、あのー、自分が嫌になりますという気が付いたあプラス昨日人生で初めて湯船に iPhone を落としましたびっくりしました 本当,に本当に自分が嫌になるイライラ,イライラどころか嫌になるというような話なんですけれども皆さんこうしてね、あのー、対人でも構いませんので何かこうイライラあったり溜まってるものがあれば5月吐き出してみてはいかがでしょうかそしてリクエストテーマは「あなたの好きな歌詞の曲」です。 歌詞日本の曲、日本の曲って歌詞8割曲メロディー2割みたいなことを言われるのを聞いたことがあって結構歌詞を大事に聞いてるなっていう印象があるんですけど洋楽でもねあ違う違う私もじ実際歌詞結構大事に聞いてるなっていうタイプの人で,で洋楽でも歌詞を結構大事に 重きを置いていてて聴るタイプななのでなんか皆さんこの「ワンフレーズとかすごい自分の人生にあの軸というかさ、あのー、支えになった曲歌詞が含まれた曲とかあればぜひ教えてください。はい、えー、5月のトークテーマ2つ発表しましたのでトークテーマとリクエスト テーマを発表しましたので、えー、とチェラジチェーラージというかチェーラーのあ社員の皆さん、えー、XSNS で、えー、投稿をお願いいたします。と <laughs> いうことでテーマトーク楽曲リクエスト私に聞いてみたいことなどいろいろどれも X にハッシュタグチェラジカタカナでチェラジを付けてポストまたはメールでチ <laughs> ェララジアジーコム t i l c、e、o を うん、あとマグジメルドットコムまでお送りください。それでは <laughs> 今夜も聴いてくれてありがとう。明日もあなたにとっても私にとってもいい日になりますようにおやすみなさーい。